ああ、やばい。うぜえ。めっちゃうぜえ、どうしよう。みんなめっちゃうざい。助けて。イライラする。どうも皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズです。めちゃめちゃイライラする。やばい。いや、これもう今に始まったことじゃなくて、結構長いこと、もうここ1年2年ぐらいもう多発してる、頻発してる、とあることが。で、これを、まあ、たまたまだろうと、思ってたんだけども、あまりにもこれが多いから、ちょっと、この動画のコメント欄でも、みんなが同じ目に遭ったことがあるかどうか教えてほしい。まあ、ない人の方が多い気がする、多いと思うけど、まあ、じゃあ何があったか。めちゃめちゃイライラします。私、まあ、普段、交通機関、電車使うこともありますし、もちろんタクシー乗ることもあるんですけども、今回、事件が起こったら、まあ、YouTuber、よくあるあるでいろんなみんなタクシーの事件話すんですけど、今回私タクシーです。はい。で、どういった事件があったか。僕自身、タクシー乗った時、運転手さん、めちゃめちゃいい関係、最高に楽しいドライブを過ごして、正直、喧嘩したこと一度たりともございません。もう本当に、道も丁寧に僕の方から説明しますし、タクシーのね、この新人っていうステッツカーが貼ってある時は、自ら、もし分からなかったら、聞いてくださいねって、道をね、逆に分からなかったら言ってくださいねって言ったりとかね、ものすごく運転手さんとはいつも最高の関係を築けるんだけど、今回、もうね、乗る手前のことで事件が起きてるわけ。もう言っていい？もう信じられないと思うけど、タクシーって、予約者、迎車、空車、あと回送、あと、まあ、ごく稀に貸し切りってものもあるんだけど、その、タクシーが走ってる時にさ、空車なのか、それとも、今、人車とか誰か乗ってんのかとかさ、出るわけじゃん。で、まあ、もちろん、こう、タクシー待ってて、あ、空車来たと思って、空車来たと思って、手あげます。見えてんだよ。目合ってます、タクシー。目合ってます。空車目合ってます。スルーされるんだよね。スルーされるんです。もうめちゃくちゃ手をこう、もう、こっちですよって、めちゃこう振るわけ。192センチの巨漢の男は、こっちです僕って、スルーされるんです、タクシー。なんで？なんで？何のスルー？これも、いったか、俺も死んでるのかなと思ったの。俺もこの世に存在しない、どっかでは車に轢かれて、俺死んでるのかなと思うわけ。でも目合ってんの。なんでスルーする？なんで？ってなるわけ。どういうこと？乗せたくない。僕気持ち悪いですか？怖い？わかんないけど、止まってくれないんだよ。で、これだけじゃないんだよ。これだけじゃない。もっとひどいのがある。タクシーがね、赤信号で止まってる時、お、空車見つけたと思って、僕近づいていくんですよ。トコ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 。すいません、いいですか？そしたら、空車なんだよ。何をするかと思う、みんな。何をするかって言ったら、回送に変えるの。回送に無言に変えて、目も合わせてくんないわけ。これもう何回もあった。もうここ1年で10回はあったね、確実に。え、これあるある？これタクシーあるある？いや、マジで。これあるあるですか、皆さん。僕だけ？なんかさ、悲しくなってくるんだよね。もう怒りを通り越して悲しみ？もう差別とかさ、俺そういうのあんまり全然気にしてないし、気にする人でもないんだけど、もう疑っちゃうよね。なんか俺嫌われてんのかな？で、自分の中でもいろいろ考えたわけ。なんか自分に心当たりないから。自分がなんか悪いのかな？別に普通の服装してるし、全裸で立ってるわけじゃないし、なんか、酔っ払ってる素振りもないし、普通シラフの、普通の状態ですよ。最近思うのはね、やっぱここ、言葉の壁？もしかしたら外国人の人だから乗せたくないな。日本語通じなかったら嫌だなって。そう思うタクシーの運転手いるんじゃないかなと思うの。だから今度からもう叫んだ方がいいのかな。ね。僕日本語喋れますってことさ、プラカードここにかけてさ、止まった方がいいのかな。ね。ショツクなんですけど。それでさ、やっぱタクシー通り過ぎちゃうからさ、次のタクシー待つまですげえ待たなきゃいけないんだよ。まあもちろんね、迎車ね、ウーバーとかさ、そういう配車サービスでタクシー呼んで、ね、それで乗っていけばいいんだけど、俺、もうなんかそれもためにめんどくさいから、待っちゃうけど、普通に拾おうとするわけ。拾えないんだよね。スルーされる。なんとかならない？
みんなのもうちょっとごめん、こういう動画初めて撮るんだけど、何か怒り口みたいな、ガチで相当なんかショツク受けてんだけど、悲しくない？スルーされるってなんかした？俺運転手とトラブった子なら超有料客、俺めちゃめちゃ丁寧に日本語喋れます。多分俺言葉だと思うんだよね、それ以外見当たらない。タクシーの運転手お願いします、金髪の192センチの外国人見かけたら止まってあげてください、よろしくお願いいたします。マジでビビらないでください。そもそも空車って分かってんだから、うん、言葉通じないと思って回想に変える必要性もないんだからね、お願いします、乗せてください。私のこと珍しくちょっと愚痴言わせていただきました。本当に悲しくて、明日からオンリーアツペやるんで、またそちらの動画でお会いしましょう。